マザー・ジョセフは、カナダ生まれ、アメリカで活躍したカトリック修道所。本名エスター・パリソー。アメリカ合衆国太平洋岸北西部の教育や、事前施設の発展に寄与し、太平洋岸北西地域最初の建築家と呼ばれた。カナダのケベック州、サンエールゼア生まれ。20歳で、モントリオールで設理の愛徳修道所会に入会した。馬車製造者だった父は、 私は娘のエスターを連れてきた。娘は修道生活に身を捧げることを望んでいる。彼女は読み書きができ、計算も正確にやれ、縫い物、料理、糸紡ぎなど家事は何でもできる。彼女は大工仕事もでき、父親の私と同じくらいハンマーをうまく使える。彼女は他人のために計画することもでき、引き受けたことは何でもうまくやれる。院長様。 彼女はいつの日か優れた頂上になれますよ。と言ったと伝えられている。1856年、マザー・ジョセフはアメリカ合衆国太平洋岸北西部区域へ派遣される5人の修道所のリーダーとして選ばれた。そこは現在のワシントン州、オレゴン州北部、アイバホ州及びモンタナ州にまたがる地域全体で彼女は11の病院、7つの専門学校、 5つのインディアン学校及び2つの児童養護施設を設立するのに力を尽くした。マザージョセフは建築家であり、芸術家でもあったので、いくつかの建物の設計、その建設の監督及び資金集めも行った。近郊掘りのキャンプを回る寄付依頼の旅は、数ヶ月にわたり、目的の実現のために2000ドルから5000ドル近い寄付金を集めた。 細部に関わる人でもあり、しばしばイカダを検査し、足元を確かめるために、板の上で飛び跳ねたりすることもあった。マザー・ジョセフは1902年に脳腫瘍で亡くなり、人のために生涯を尽くした修道女という名声を残した。アメリカ建築学会は、マザー・ジョセフをアメリカの太平洋岸北西地域最初の建築家と呼んだが、 マザーは建築家ではないので正確な言い方ではない。しかし、同地域で、いくつかの学校と診療所を計画し建設したことは、事実である。1980年、ワシントン州は、マザー・ジョセフの多くの貢献を認め、ワシントン DC ・アメリカ合衆国議会議事堂の、国立彫像ホールコレクションに収める、州を代表する二人の人物の彫像の一つに、選んだ。 このブロンズ像は、硫黄島に、成城旗を掲げる兵士の姿で知られる、海兵隊記念碑を制作した、彫刻家、フェリックス・ド・エルドンにより作られた。マザー・ジョセフは、国立カウガール伝道にも名を連ねている。ありがとうございます。